って。やっぱりあんた、強えな。だが、勝ったら俺だ。約束通り、財布はもらってくぜ。頼む。それだけは勘弁してくれ。お願いだ。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前、鼻から踏み倒すつもりだったんだろ。え、何やってんすか兄貴。え、何って、なんか余計なもん入ってたからよ。余計なもんって、これ金。グレートさんよ、約束通り財布はいただいてくぜ。え、はい、よし行くぞ。見て、ちょっと兄貴。どういうつもりっすか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで突貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろう。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく、そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。え、ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。それが何すか。あの店が平塚の実家、お袋さんの店なんだ。そうなんすか。1年くらい前にお袋さん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってね。じゃあ平塚が借りた金ってのは。お袋さんの入院費と手術費だ。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。え、問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布ならほれね、はあ、そんな意味で言ったわけないでしょ。頭からだ。マジっすか。はい、もしもし、一番です。おせえぞ、俺ら2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ地回りしてんのか。はい、ちょうど今日のしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。やろう、もう若の付き添いに行く時間だろうが。あ、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、若がお待ち。何やらせても遅いな、てめえは。はい、すみません。分かってると思うが、変な場所に出入りするんじゃねえの。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめやつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか。やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。